北野公園の中にある北野拝寺跡。北野拝寺跡は愛知県岡崎市北野町にある飛鳥時代に建立された寺院跡である。国の史跡に指定されている。矢作川中流右岸に広がる碧海台地の南東縁に立地する物部氏氏寺とされる。創建の時期は飛鳥時代前期、廃絶は平安時代中期と推定され、真福寺などと並び、三河最古の古代寺院の一つと考えられる。境内は東西 126.5 メートル、南北140メートルに及ぶ。1929年に国の史跡に指定された。1964年の発掘調査と1977年の史跡公園整備に伴う調査により、東、金堂、講堂の基壇と回廊跡の一部及び、寺地の四方を画する土塁が検出された。中門、南大門、僧帽跡は、基壇が作閉されていたため、その位置を推定するにとどまったが、同等の配置は南面する4、天王寺式伽藍配置と確認された。1979年3月28日、史跡公園として、北野公園が開設された。当跡は、基壇が作閉され、神祖以外の礎石はすべて失われていたが、基壇寺福石の抜き取り跡から一辺 11.35 メートルと推定される。また、半地下式に据えられた新祖に繰り込まれた柱座系から法隆寺50棟に近い規模と推定されている。金堂基壇は東西 15.3 メートル、南北 13.2 メートルで塔の規模に対してやや小規模である。講堂跡は基壇の東西 30.15 メートル、南北 16.25 メートルで礎石及び抜き取り穴の位置から建物平面は桁行き8間、播磨島である。しかし、講堂跡の中心線は、東、金堂の中心を結ぶ、伽藍中軸線よりも1間分にしずれている。出土した遺物は瓦、瓦等、線仏、形型垂れ飾り、鉄釘などと、須液、海遊陶器、西遊陶器などがある。虻海瓦の画塔門はこの地域でしか見られない、高句麗の影響を強く受けたものであり、機内とは別の経路で造字技術が移入された可能性を示している。青銅製形型垂れ飾りは本寺の他には正倉院でのみ確認されている珍しいものである。安城市の寺領廃寺からは北野廃寺で出土したものと同様の蘇弁六弁、蓮華文献丸瓦が出土しており、何らかの関係性があったことが考えられる。出土品は現在、岡崎市美術博物館に収蔵されている。ありがとうございます。